どうも、ジログです。この度もご視聴ありがとうございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今回の動画は、ワンティグリスソロホームステッドのレイアウトについてお話ししていきたいと思います。今年も何度かキャンプに行かせていただいて、いろんなレイアウトについて考えることがありましたので、それを今回紹介できたらなと思います。過去にもレイアウトに関しての投稿をいくつかしているんですけども、基本的にはソロホームステッドのテントの前で焚き火をするというスタイルが僕の中で主流だったんですけども、今年は雨や雪が降ることが多く、なかなか思うように焚き火が楽しめなかったというところで、焚き火が楽しめないでもキャンプを楽しむ方法を考えたいなと思って今回のレイアウトを考えてみました。今回の動画の流れとしてはこのような感じになっています。レイアウトで意識したことや、今年思い描いた理想のレイアウト、そして新たに取り入れたキャンプギアや、おこもりスタイルでのお話をしていきたいと思います。はい、今年レイアウトで意識したことを3つ紹介していきたいと思います。1つ目が色の統一感です。2つ目は、生活感を出さないということ。3つ目は快適な空間を作るということを意識して、今年はやってみました。色の統一感に関しては、ソロホームステッド自体の色合いに合わせて僕は黒を選びました。できるだけ黒色のギアを取り入れることによって、テント内、サイト内が、閉まって見えて統一感がより生まれるんじゃないかなと思って選びました。2つ目は生活感を出さないということです。ゴミであったり、細々としたキャンプギアがどうしても出ていると、生活感が出てしまいますので、できるだけすっきりと、目隠しとして、できるような形で、考えてみました。3つ目、快適な空間づくりを意識してみました。快適な空間づくりっていうのは、ソロホームステッド自体とても快適で、過ごせるテントだとは思うんですけども、さらにより快適に過ごすために考えてみました。はい、次は今年思い描いた理想のレイアウトについてお話ししていきたいと思います。冒頭でもお話ししたように、今年、行ったキャンプは基本的に雨や雪の影響で、なかなか、焚き火を楽しめなかったっていうのが、あります。なので、僕の思いとして、焚き火をしない、または焚き火を最小限にするキャンプも、これからはありなんじゃないかなと思って、見ました。確かに、キャンプの醍醐味として焚き火っていうのはあると思うんですけども、事前の天気予報とか見ていると、雨が降るんじゃないかと、雪が降るんじゃないか、風が強すぎるんじゃないかっていうところで、キャンプに行く気持ちが少しこう、なんていうんですかね、弱くなったりすることもありますので、そういったその天候に左右されずにキャンプを十分に、楽しむということで、そのためにも、焚き火をしないためのレイアウト、焚き火を最小限に楽しめるためのレイアウトっていうのを、考えていきたいなと思います。続いて、ソロホームセットに新しく取り入れたキャンプギアを紹介していきたいと思います。今回取り入れた、テーマとしては、先ほどお話しした色の統一感であったり、生活感を出さない、そして快適な空間を作るというところのテーマを元に、3つほど購入させてもらいました。1つ目が、ポールです。ワンディグリスソロホームセット自体にもポールはついてるんですけども、前幕のところに、立てるポールが125センチだったと思うんですけども、ちょっと、テントの中に入る際、ちょっとこうかがまないといけないというところもありましたので、もう少しそこを高さをつけて、より快適に、テント内、幕内に出入りできるようにということで、新しくポールを買いました。今動画で映っているのが、そのポールを使ったものなんですが、長さに関しては152センチなので、比較的、腰を大きくかがめることなく、出入りができる高さなんじゃないかなと思います。2つ目はバッグのトラッシュボックスです。先日、2023年買ってよかったキャンプギアで紹介した、商品になるんですけども、またよかったらそちらも、参考にしていただければなと思うんですけども、このトラッシュボックスを置くことで、ゴミの分別ができて、サイト内をすっきりと、
ゴミを隠した状態でレイアウトすることができると思って購入いたしました。そして3つ目はラーテルワークスから出ているウッドパネルテーブルです。こちらまだキャンプでは実際使ってないんですけども、キャンプをしていて少し大きめのテーブルをソロキャンプでも使えたらなと思って購入させてもらいました。実際にこちらデイキャンプでの様子なんですけども、置いてみた感想としてはすごくワンティグリスのソロホームセットに合っているような印象があって、使いやすさも大きさも十分かなと思います。では一度ルームツアーの方へどうぞ。はい、では続いてはおこもりスタイルについてお話ししていきたいと思います。改めて今年のキャンプは雨が多くてですね、このような感じで、幕内で過ごす時間っていうのがすごく長くて、幕内で過ごす対策っていうのはあまり考えてなかったので、少し窮屈な思いをしたキャンプもありました。なのでできるだけ幕内でも最高にくつろげるような環境を作りたいなと思ってレイアウトを考えてみましたので、ご覧ください。基本的にはテントの中に入ったら、寝るまで動かないっていうのをテーマに、レイアウトを考えてみました。椅子を真ん中に置くことによって、どの、場所でも基本的に荷物も届きやすいのかなと思いますので、クーラーボックスだったりゴミ箱の位置、あとはテーブルの位置や大きさなどを調整することによって中で快適なスペースを作ることができるんじゃないかなと思います。個人的にはこのような形で前にテーブルと横にテーブルを置いて、一つのテーブルは iPad やパソコンを置いたりして動画であったり映画を見るような作業台として置いていただいて、横のサイドテーブルにはおつまみだったりお酒などを置いていただいて、くつろぐっていう形がいいのかなと思います。また、前後に、おそらくスペースが余ると思いますので、そういったところに、ストーブを置いたりだとか、先ほど紹介したトラッシュボックスを置いたり、あとは、細々とした、収納類をまとめて置いておくのもいいかなと思います。はい、では動画の方を最後まで見ていただいてありがとうございました。今年は、どちらかというとおこもりスタイルという形でお話しさせていただいたんですけども、いろんなレイアウトの仕方あると思いますし、それぞれ持っているものも違いますし、キャンプの楽しみ方っていうのは、違うかなと思いますので、一概にこれを真似しろっていうわけではないんですけども、何か、参考になれば幸いですし、また、こうした方がいいよっていう工夫があれば、またコメント欄の方に、ぜひ、書いてみてください。この動画が楽しかった方、面白いと思った方は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。また、過去にもレイアウトについての紹介だったり、今回、紹介した、キャンプギアのベストバイっていう形で、紹介している動画もありますので、そちらもチェックしてみてください。では、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。